こんにちは。今日はこちらのバンカのストライプワンピースをご紹介します。ストライプといえば一番最初にやったのはもう王道の青白の、クレリックシャツからの延長線でシャツワンピースやって、その後はちょっとこうニュアンスのついた青ベースに赤みたいなちょっと UK なテイストにはまりつつあって、ハイネックのシャツワンピース、あれでもあれシャツじゃないか、かぶりでしたね、ワンピースをやり、そして、間に多分スーとかがね入ったりして、この僕が制作してた時期というのはちょっと UK な心持ちが残っていたのか、まさにオアシスのノエル・ギャラガーが着ていそうな英国なストライプですよね。さらに、ちょっと珍しいかもしれないですが、この風合いでありながらコットン100ですね。なので割と河川打ちも多くなってきましたけども、久しぶりじゃない、王道コットン100のシャツワンピ、素材感は どんな感じですか？なんかシャツワンピなんですけど、そんなに薄くないので、シワシワにはならなそうって感じ、なるほど。あ、シャツ地じゃないね、結構しっかりオックスフォードの割と硬い素材だね、だからパリッパリのシャツ地を想像してわしわめっちゃなるじゃんと思うと違うかもね、しっとりした感じがすごいしますね、カラッとしてるというよりは。で、そこで作るのはもうこのまさにちょっとメンズライクなブリティッシュシャツのような襟と、そしてこの身ごろ部分、ボタンもそうですね、会長のボタンを気をてらわずにつけて、そして、王道のストライプシャツワン、シャツワンピの形にすると、バックスタイルにもタックが入っていて、あ、面白いね、ストライプだからタックによってこの綺麗なストライプの模様が強調されますね。そしてヨークにはヨークと襟は横で取るのでちょっとボーダーのように見えて、リズムが綺麗にできると、お洗濯できますし、多少やっぱりシワにはなりそうな感じがしますけども、ギュッと握るとどんなもんですか？ああ、できますね。気になる方は洗った後は釣り干しで、ちょっと引っ張りながら干していただいて、気になる、それでも気になるようであればスチームアイロンね、綺麗にプレスする必要はないと思いますけども、シワ取りぐらいはしていただくと、綺麗に着ていただけるのかなと思います。カフスにも、おかっこいい、これ横で取ったカフスね、ボタンが4つ配置されていると。これはどんな感じで着るのがいいですか？もう1枚で決まりますよね、羽織にもなるのか、開けてデニム履いてもいいですし、割となんかあったかいので、なんかほんとバンカ、秋ちょっと涼しくなってきた頃全然着れる1枚で、って感じですね。で、割と身幅もゆとりあるし、首もそんなに苦しい感じではないので、ハイネックで厳しいからね、テンションは、タートルネックとか着てもいいかもしれないです、ちょっとデニムに羽織見てみましょうか。はい、お願いします。ちょっと羽織にする前ですけども、デニム下に履くだけもだいぶ印象変わって可愛いですね。ベルトしても可愛いんじゃない、こういうワンピースで言えばね。確かに、みんなしたいやつだよね。はい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 、ああこれだよね、はい、ありがとうございます。ベルトですね、はい。ということで、あ、羽織にするとちょっと大人なストライプでございますので、なんかかっこいい感じというか、一昔前の UK 好きの人たちみたいな感じになれますね。知ってますか、そんな部分。お若いから知らないでしょ。すごいな、90年代っぽいね、この柄が。私は懐かしい感じがしてますけどね、一番上だけ留めてね、はい。という、実はこれ仮タイトルはバンカの赤ストライプワンピースということで、全然赤じゃないんですけども、ああかっこいいねこれね、はい、でございました。ありがとうございました。